温まるな。ほう。どうした？俺の顔に何かついているか？もともと表情の豊かな方ではなくてな。俺は今うまく笑えているだろうか。お前の部屋は居心地がいいな。つい長居してしまいそうだ。右目か。もう傷は塞がっている。視野は少し狭まったが戦闘に支障はない。なんだ、しげしげとこちらを見て。チッ、相手がお前とはいえ他人と目を合わせて喋るのは得意ではない。なんだ、しげしげとこちらを見て。なかなかだ、剣士にとって手は特別なものだ。お前も分かっているだろうがな。後で稽古に付き合え。新しく学んだことを試したい。先生は野郎連中とも女の子たちとも違うというか、不思議な人ですよね。どうしました？張り手の跡。やだな先生。悪いけどそんなにジロジロと見られても何も出してやれませんよ。あれ、どうしたんですか？なんだかちょっと恥ずかしいな。あ、熱い。最近は筋肉もついてきたんです。早くみんなくらい大きくなりたいですね。はい、今日は先生とゆっくり話ができたらなって。もっと背も伸びるかと思ったんですが、そううまくはいかないですよね。